こんばんは、ラーギケンです。現在緊急で動画を回しています。今年も超ニコ四駆が開催されることになりました。前回の雪辱を果たすべく私もマシンを設計しています。集計期間は2月6日から2月28日。28日？ギリギリじゃないですか。今回はマイコンを搭載し、停止制御を目指します。マイコン Y 前鉄砲玉2号で使用した ESP32 を使います。これにドローン用の ESC、 すなわち電子スピードコントローラーを接続し、ドローン用のブラシレスモーターを回します。もちろん電池はリチウムポリマー電池になり、今回は2セルとします。 ESC に与える速度信号は通常の PWM とは違い、超高速デジタルプロトコルである D-SHOT600 をロマン追求のためだけに実装します。これらを実現するために今回はリアルタイム OS をゼロから勉強しました。マシンの構造はカーボンと光造形の 3D プリンターによる樹脂パーツからなります。現段階では単純にモーターを回すだけで、その他の機能は搭載してません。これが第一形態となります。今後の開発で第2、第3の形態へと進化していく予定です。なお第一形態のままではレーンチェンジを超えられませんので、 ABS を搭載します。製造です。樹脂パーツにピンを立て、カーボンの穴にはめることで組み立て精度を確保します。完成です。名前は鉄砲玉3号を改め、その名も SN3式アルファです。軽量です。ほぼ 120g です。さてコースを走ります。ホイールが抜けてしまいました。ホイールを接着し、ブラシレスモーターの出力を 40% で試してみます。まずは2秒970というタイムです。続いて出力 50% です。うん、ほほ、タイムは2秒414でした。ここで残念ながらタイムリミットとなってしまいました。延長だって。追加でタイムアタックします。出力 60%。うわ、うん、すまんかった。でしょうか。今回分かったのは、こだわりすぎると突然目の前に締め切りが現れるということです。私がこういう体験をできたのも皆様の応援のおかげです。本当に本当にありがとうございます。次回もまた何か面白いものを。
お届けできたらいいなと思います。ぜひともチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴大変ありがとうございました。